はい、じゃあね、今日はね、姫うずらのケースお掃除ということでね、やっていこうと思いまーす。うちでね、育てた他のうずらに比べればね、忘れも少ないのでね、そんな大変ではないので、ちゃっちゃとやっていこうと思います。で、まあ、用意するのが、じゃあね、この、もともと使っていたね、この孵化したフランキー、姫うずらたちは入れて保温するって感じです。じゃあちょっと移動していこうと思います。じゃん。うちのはね、こうに外れるんですよね。で、ヒーターがフックでかかってるので、ヒーターを取ります。はい。で、こっちファンがあるんですけど、これもね、一応オフにします。はい。じゃあ中にね、ヒメウズラちゃんたちがいるので、移動していこうと思います。その前に重さ測ろっか。重さ。測ったのが一昨日だったので、今日何グラムになってるのか、ちょっと重さを測りましょう。はい、0点 OK です。じゃあお前の方で。はい。払いでやってる。お、8グラム。すごい。一昨日測ったら5グラムだったので、多分倍ぐらいの大きさになったんかな。ちょ。はい、次はお前だ。はいはい、大丈夫だよ。あ、9グラムですね。すごいな。どんどん大きくなってるな。よし、じゃあ移動しよう。な、移動しましょう。いや、ちょっと待っててね。あ、しゃしゃしゃ。はいはいはい、大丈夫大丈夫。はい、どうぞ。じゃあね、掃除中はね、こっちのフランキーの中に入って、待ってるって感じです。うちはね、前からこういうショーケースの中でね、飼育はしてたんですけど、その時はね、10羽育てていて、案外大変だったんですけど、ヒメウズラはね、まだヒナだしちっちゃいから、そんな大変ではないような感じですね。で、まずはね、全部を取り出して、餌の残りもね、こっちにバーってやっちゃって、まあ、毎日餌を変えます。はい。で、くる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 。はい。こんな感じで。はい。取れました。で、ここでね、ペット用のね、おしっこのね、おしっこ拭きみたいなシートがあるので、これで中をきれいにします。あ、昼とかね、ゴールダックに比べればね、まあね、びちょびちょにしないのでね、すごい、楽というか、いいですね。メンテナンスがすごい、やりやすいというか。はい。で、拭き終わったら、こちらのね、キッチンペーパーで、ね、次は空拭きします。はい。まあ、そのケース何なのって、多分疑問を持つ方がいると思うんですけど、この中にフランキーを入れて孵化させていた二重構造の防寒ケースというか、この一回りちょっとでかいね、衣装ケースの中にちっちゃい衣装ケースを入れて、中にはね、このマフラーみたいなのを、いらなくなった後は T シャツとか、そういうのをね、周りに敷き詰めて、温度が逃げないようにね、したケースとなります。まあこういうのもね、ちょっと一工夫で、冬の時期とかのね、孵化は案外、寒さがね、リスクになるので、フランキーが冷えないようにね、こういう感じの工夫もできればいいんかなと思います。じゃあ、これでキッチンペーパーをします。よし。ちょうどね、これがいい大きさでね、2枚分なんですよね。はい。じゃあ、あとはね、細かいこういうものを拭いていきましょう。あとは温度計。うんちを拭きます。綺麗にね。で、こちらの水入れなんですけど、これはね、ちょっと洗った方がいいので、うちはね、もう一個これがあるのでね、水入れがあるので、こちらに交換していきます。はい。で、
まあ、ビー玉を中を入れるんですけど、まあね、うずら飼ってる人たちはね、もうお分かりだと思うんですけど、なんでビー玉入ってるのってよくね、質問があるんですけど、これはね、ビー玉をここにね、こうやって入れることによってね、ヒナがね、ここに落ちても、ビー玉があるんでね、出られるんですよね。溺れることがないというか。まあ、大人だったらね、全然こういう感じに、のことはしなくても大丈夫なんで。ヒナの時はね、こういう感じでしましょう。で、水入れをね、置くのはね、この四方からちょっと離れたところ。ヒナが通っても挟まらないような感じに、ね、置きましょう。一度ね、前ね、育ててた、まあ今もね、元気にしている、うずらのベイちゃんがね、一羽育てていた時は、ここで挟まっちゃってね、死にかけていたっていうことがね、あったので、そっから僕はすごい気をつけるようにしております。はい。じゃあね、こんな感じで、完了です。じゃあ、中のね、これを入れていきましょう。で、これがね、ダイソーで買ったファンなんですけど、USB で動くようになっていて、これで中のね、空気を循環させて、庫内の温度を上げている感じなんですけど、まあ、ヒナじゃなければね、もちろん、うずらはね、自分で動いてね、暑かったら遠ざかってっていうのをやってるんですけど、ヒナのうちはね、うちはこういうファンを使って、この、中全体をね、ある程度の温度まで温めるようにしてます。で、それはサーモスタットっていう、こういうね、サーモスタットで管理して、やってる感じです。はい。で、あとは中のね、こちらのひよこ電球、これ。これはね、まあ、なんで 2個つけてんのっていう、あれもあると思うんですけど、まあ、玉切れが怖いので、一応2個つないでます。まだね、ヒナの場合、本当に温度が下がっちゃったらリスクだと思うので、僕、ちょっと心配性なんでね、一応、2機掛けでやってます。40ワット2つかなぐらいだったと思うな。そうですね、40ワット2つつないでます。で、間にもね、ヒナが一応挟まるのが怖いので、ここにね、チェーンで塞いだりとか、こういう工夫もしています。で、一気だとね、やっぱりこの部屋もね、寒くなるのでね、温度があんま上がんないので、二気掛けで、こんな感じでやってます。はい。じゃあ、あとね、忘れちゃいけない、このね、サーモスタットのね、センサーね、これも入れていきます。はい、こんな感じで OK です。これね。はい、あとはね、温度計。温度計と、あと、そっか、ご飯だな。はい、ご飯はね、この、うずら大学さんのね、ドリームうずらひなに。うちはね、もう、うずらに関して言うと、ちっちゃい頃は全部これでね、やっていました。今もこれを買って使っています。なんかね、抗生剤が入っていてね、いいみたいなんですよね。これからうずら買う方はぜひ、おすすめなのでやってみてください。で、餌はね、今の量だと大体このケースにすり切り一杯ぐらいかな。ペットボトルの蓋とかでもね、大丈夫だと思います。じゃあ、ご飯を入れていこう。あとはこのモフモフ、このモフモフもね、今ちょっと糞をね、落とせるだけ落として中に入れます。まあね、うずらの糞ってね、意外にポロポロ乾燥しちゃえば落ちるんでね、これも中に入れてって隠れ家というか、こんな感じにしていきます。はいはい、じゃあこんな感じでね、ヒメウズラのね、ヒナのケースのセッティングが終了しました。まあ、5分10分あればね、終わるような作業なので、だいぶ楽なんかなと思いました。はい。じゃあもうちょいね、温度が上がるまで待とうと思います。おーい。おい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 。なんか、大きくなった気がするな。だいぶ。まあ、重さ倍ぐらいになってるんでね、もちろん大きくなってると思うんですけど。大きくなってるよね、お前たちは。はい。でね、このケースなんですけど、見ていただければわかると思うんですけど、穴がね、開いてないんですよね。空気穴なくて大丈夫なのって言われるんですけど、やっぱケースによってなんですけどね、案外密閉ちゃんと しないんですよね。こことか見てください、これ。この隙間。
これも全周このぐらいの隙間が空いてるんで、空気はねほぼほぼ入ってる感じなんですよね。なのであんま開けすぎてもね保温ができなくなるんで、こことかもすごい隙間ですよねはい、なのでね穴はね開けていません。で、あと今までうずらを育ててきた中で思ったことなんですけど、こういうね衣装ケースで育てる方が多分多いと思うんですけど、ひよこ電球の熱が意外にやっぱこの今ファンをつけてない状態だと上にすごい来ちゃって、ここのね天板がねブニョブニョになっちゃったりすることがあるので、その辺はちょっと気をつけた方がいいかなと思いました。うちはねファンでね循環させてる感じなので、もちろん上がねすごいめちゃくちゃ熱くなるってことはねそんなないんですけど、まあちょっと心配であればねアルミテープ貼ったりとか、何かしら工夫して、衣装ケースで飼育するときはそういう感じがいいかなと思います。夜はねこの部屋もエアコンを切って置いておくので、この下に敷いてるねアルミシートでね覆いかぶさって温度をね上げてる感じです。はい、で多分この大きさでも40ワットのひよこ電球1機、まあ、2機使っても35度まで中の温度を上げることってすごい大変、時間かかるので、おそらくこのぐらいのケースだと、もう1個上っていくつなんだろう、80かな、80か100かどっちか、80かなぐらいのひよこ電球を使う方が中の温度はちゃんと上げられるんじゃないかなと思います。で、ヒメウズラの場合他のナミウズラと違って保温する期間っていうのがね2週間から3週間は30度ぐらいでねキープした方がいいっていうね、情報を聞いたので、そんな感じでね温度は高めにしてやっていければいいかなと思います。はい、じゃあねそろそろね温度が30度ぐらいまで上がったので、うずらたちを入れていこうと思います。あとはね、まあ、これは洗って次の日またねお水を変えるっていうね、感じになります。で、まあ、注意しないといけないのがこの水なんですけどね、この庫内温度を上げてしまうので水もね案外温まっちゃうんですよね。なので、まあ、水はね毎日朝と夜予報僕は交換してます。じゃあまあね、そんな感じです。メウズラのね、ヒナのね、ケースの掃除をしてみたというね、動画となりました。以上、ウサウズチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。